はい、今日の材料です、パスタペンネですね。それからビーツのピューレ、それに、くるみとアーモンド、それに塩、それからオリーブオイル、赤ワインビネガー、以上になります。はい、それでは天板の方にクッキングシートを敷いて、アーモンドとくるみ、もうこれ同時に入れちゃって構いません。これでオーブンで焼いていきます。はい、それではパスタを入れて、ビーツのピューレね。これはビーツを煮て、水にしてそのままミキサーで回しただけのシンプルなピューレになります。で、これに少しパスタの茹で汁の鍋からお湯をもらって温めていきます。はい、焼き上がったくるみとアーモンドですね、これを粗めに砕いていきます。ナッツの、ね、香ばしい匂いが良い感じでございます。はい、細かい、かけらも使いますから綺麗に取ってください。で、はい、赤ワインビネガーを酢のね、香りがしてきますね。で、そこにパスタを入れる。で、これ超弱火にしてゆっくり和えてください。綺麗な色になりますね。これ服につくとなかなか落ちないので気をつけて。で、あらかじめね、砕いておいたこの粒の大きいものを上からかけますから、細かいものをね、少し下に敷いておいてください。こちらをその細かいものの上に優しく乗っけていきます。で、残ったナッツを、はい、上にね、まんべんなく、パラ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 、細かいものまで、うん、お、崩れてきちゃった。はい、出来上がり。はい、試食の時間でございます。こっち行くかな。はい、皆さんこんにちは、シェフなつきです。今日も田舎暮らしシェフアシェット安ヶ岳 TV ご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、はい、ちょっと珍しく料理番組でリードを取ってみようと思いました。はい、やってました。はい、パスタね、
というわけで、はい、鮮やかな真っ赤なパスタ、ちょうどね紅葉に合わせたんですよ。すごいでしょって今思いついたんですけどね。まあネタバラさなかったらかっこいいんだけどね。まあもうネタバラすのは僕っぽいでしょ。はい、今この窓を見て思いつきました。紅葉パスタです。今日ははい、試食の時間でございます。はい、相棒ね、ちょっと今日マダムはね、遠くにあるものを勉強しに行ってますので、私一人でいただきます。食レポがね、つまんないかもしれないんで、それはご容赦ください。ね、この赤いの、もともとですね、ビーツっていうのはですね、非常に使いにくい野菜でございまして、結構ね泥臭いんですよ味が。うん、だからそれをどう使おうかな。でも色めちゃくちゃこの綺麗ね、これこのパスタ輝いてるでしょ。これをなんとかしていかせないかなと思ってる中でいろいろ考えていたメニューです。うん、決め手はビネガー、はい、お酢ですね。うん、お酢がないと本当にね泥臭い感じ、綺麗だけどなんか土食べてる感じがちょっとするよねみたいな感じになりますので、それをね飛ばすのがビネガーのお役目でございます。プラスこのナッツね、うん、これでね、油分っていうかね、旨味みたいなのがね、こう入ってくるのに、プラスやっぱり土、木の実ってね、イメージ、味のラインがね、綺麗に合うんですよ。うん、だから、ね、ビネガーで、ちょっと土臭さを抑えつつ、ナッツで、バランスを取る。うん。これ結構僕自分的にはすごい気に入ってるんですけどね。ちょっとのね、酸味ってすごくね、味をね、引き締めるんですよね。僕は基本甘党なんで、酸っぱいものとかあんま好きじゃないんですけど。なので、うちの奥さんって実は酸っぱいもの大好きで、もうね、こんなにお酢使うのみたいな感じでお酢使うんですよ。そこら辺からね、まあ、やっぱりでもね、やっぱ甘いだけの料理、うまいだけの料理ってダメで、ちょっとやっぱりどっかにコースの中にちょっと、酸味のあるものが出るっていうのは、シェフの頭としては知ってたんですけど、本人があんまり好きじゃないってところもありましてですね。あんまりそういうのは使わなかったんですが、やっぱりね、家庭の食卓を見つつ、ああ、なんかその言葉を思い出して、コースの中に酸味みたいな。うん。得てして僕なんか美味しいって押そうとするんですけど、ちょっとやっぱりね、構成をなだらかにしたり、尖らしたりとかっていう工夫がないとやっぱり飽きてしまう。ただ単純に美味しいものを続ければいいというわけにはいかないのがコースの面白いところであり、難しいところであります。というわけで今日はね、この、色鮮やか。ただでもこれだけね、綺麗だとね、結構テンション上がりますよ。うん、で、できれば実は今日はね、誰でも使えるように普通のペンネを使いましたが、できれば全粒粉の、うん、茶色い系のパスタの方が、その、この、ビネガーの風味と、ビーツのこの、ちょっとやぼったい感じの方に全粒粉の方が合います。味が濃い方が合います。なので本当は、全粒粉、もし買えるやったら、うん、買ってみてください。はい、それでは、今日はここら辺までにしましょうか。本当に今日はこれをボナペティーというわけで、はい、もし色鮮やかなものを合わせたら、このビーツのパスタはいかがでございますか。食べますか、うん、食べる。はい、どうぞ。はい、それでは、また明日お会いしましょう。シェフ、夏希でした。今日は本当にボナペティー。